隠し芸の初期から携わり、毎回ハイレベルな個人芸に挑戦し、数々の奇跡を起こしてきた隠し芸のパイオニア、ミスター隠し芸酒井正明。ミスター隠し芸のスーパーテクニック、酒井正明レジェンドヒストリー。今から34年前、ミスター隠し芸のルーツです。もう一回、はい、伝統芸大神楽、この先でこれを全部立てるわけでございます。一瞬でも回りますか。はい、うまく手が離れるか。大丈夫。おっと、強撃孫悟空では見事な棒さばき。初めて聞くボイスイミテーション、お茶の間は釘付けに。激しい雨が、雨です。そのお寺の鐘は陰にこもってものすごく、残り20。そしてこちらが最も伝説的なシーン。一体どうするつもりでいるのであろうか。残り5秒、4、3、2、1。おお、マジ。カードを自在に操る、まるで糸がついているようです。ろうそくの炎をカードで消すという、プロでもめったに成功しない技。究極のバランス感覚の持ち主、これも酒井正明がミスター隠し芸と言われるゆえんです。これはものすごいと思う。隠し芸の真髄、体力とテクニック、その両方が合わさって初めて成し得る技。いわゆる壺振りのスーパーテクニック。あー、これもすごかった。わこんな小さなものまで、リップクリームの蓋を使って挑戦。世界に3台しかない中国の木琴を見事に演奏。
も思えたホールインワンへの挑戦も。ぼんやりと見えてきました。戻ってくんだっけ。さあ転がり始めたぞ。来る来る、もうちょっと、はい、行け行け、チェリーの妙技、ここでも奇跡が起きました。見事20個の風船を一本の矢で射抜いた。落ちてくるリンゴを矢で射抜くロールオーバーニュートン。刺したと言われる信じられない大技。世界のトップアーチャーでも数名しか成功させたことのない神業。惜しい。刺さっている矢に当てるだけでも高度な技。矢には完全に当たっているが弾かれた。レジェンドヒストリーでした。